今日は2021年度個人株主増加数ランキング第6位のエネオスホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第7位だったソフトバンクグループに続けて2021年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。ランキング第6位はエネオスホールディングスです。エネオスホールディングスの魅力は何といっても高配当株であることです。私たちの生活の一部にガソリンスタンドがあって、さらにエネゴリ君の CM でもおなじみということで、身近に感じられるところもプラス材料だと思います。また単価も400円台で買いやすいというのが個人投資家に人気のポイントだと思われます。個人投資家に引き続き人気のエネオスホールディングスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはエネオスホールディングスのビジネスモデルを紹介します。エネオスホールディングスは2017年に石油精製元売り最大手の JX ホールディングスと同年ゼネラル石油が経営統合して発足しました。2020年6月から現在のエネオスホールディングスに社名変更しています。エネオスホールディングスはエネルギー事業のエネオス、石油天然ガス開発事業の JX 石油開発、金属事業の JX 金属が事業の3本柱となっています。国内石油元売り最大手のエネオスホールディングスではあるんですけども、世界的な脱炭素化への流れへの対応を進めています。現在2040年にカーボンニュートラルの達成を目標に掲げています。昨年10月には再生可能エネルギーの発電事業を手掛ける JRE の買収を発表しました。石油元売り大手による再生可能エネルギーの新興企業の大型買収は初めてのケースです。再生可能エネルギー分野への本格参戦に動いたということになります。この再生可能エネルギーについては、政府が進める洋上風力の公募入札の実質的な第2戦に参戦すると表明しています。秋田県沖の海域に申し込み審査を通じて12月に事業者が公表されます。2022年3月期の連結決算では、ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源高を受けて純利益が過去最高を更新しました。石油備蓄の評価額が原油価格の高騰によってかさ上げされたのが最大の要因なんですけども、石油天然ガス事業や金属事業の好調も押し上げ要因となっています。この流れを受けて好業績で得た資金を負の遺産の処理に充てる考えです。直近では和歌山製油所を2023年10月をめどに閉鎖すると発表しています。和歌山製油所については、収益性の低さなどから前々から拠点再編の候補に上がっていました。2017年にはタンク火災や潤滑油製造装置群火災を起こしたほか、2021年にも黒煙が発生する不具合が見つかっていました。また今年の6月には国内初のトランジションリンク債を総額1000億円発行しています。持続的な成長には再生可能エネルギーに加えて、水素やアンモニア、再生航空燃料など次世代エネルギーを育てる明確な戦略が必要で、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進する一環です。エネオスホールディングスは脱石油依存のシフトを進めていますので、石油イコール社用産業イコール投資妙味なしとは言えない企業になってきています。続いてエネオスホールディングスの直近の決算内容を解説します。2023年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は3兆5551億600万円、前年同期比 59.8% 増、営業利益は3253億4900万円、前年同期比 100.9% 増、純利益は2213億5500万円、前年同期比 126.7% 増となっています。通期計画の1700億円に対する進捗率が 130.2% とすでに上回っていまして、さらに5年平均の 22.8% も大きく上回る好決算です。原油価格の高騰によって大きく増収したことで、金属事業の同価格の下落や事業費用の増加のマイナス要素を吸収しています。好調な業績を受けて発表した3億株1000億円を上限とする自社株買いは継続中です。好調に見える第一クォーターの決算ではあるんですけども、2023年3月期は増収減益の見通しに変更はありません。ウクライナ侵攻の長期化、ロシアへの経済制裁によって世界エネルギー価格は乱高下する可能性も高く、資源高は続くものの、前期より石油備蓄の評価額が目減りする見込みです。続いてエネオスホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけども、コロナショック以降は長らく300円台の株価推移が続いていました。そして11月以降、経済再稼働期待から株価は右肩上がりの上昇を遂げます。昨年の春先にはちょうど1年ほどをかけてコロナショック前の水準まで戻していました。その後は決算発表があるごとに株価が急落する場面もあったんですけれども、10年来の高値圏をここでつけまして、現在は500円前後での動きが続いています。エネオスホールディングスの本日の終値は498円10銭で、年間配当金は22円を予定しています。
よって配当利回りは 4.4% となります。ちなみにエネオスホールディングスは株主優待制度を行っていません。脱炭素に向けて動き出したエネオスホールディングスなんですけども、業績はまだまだ原油価格の相場に左右されやすいのが現状です。売上高、利益ともにブレ幅が大きく安定はしていないんですけども、年間配当22円をキープする方針であることは株主にとって嬉しい話題です。10年来のチャートを見ていただきますと、今年の6月に3年4ヶ月ぶりの高値をつけに行った過程には、資源価格の高止まりと自社株買いに加えて NEC から EV 充電サービスの運営権を取得したと発表したのが要因です。脱炭素事業の進展を好感した会が集まった形です。ただこのような話題性で上昇するのは一時的な話で、やっぱり持続的な株価上昇にはつながりにくいので注意が必要だと思います。一方で2021年は決算発表ごとに株価が下げているという動きを繰り返しているんですけれども、配当利回りが下値抵抗線となってきています。配当利回りが 5% 台に乗ってくると、そこからは切り返す、今年に関してもここに差し掛かれそうになると切り返す、こういった動きは続いています。そして現在の株価水準で PBR は 0.4 倍となっていまして、割安感はかなりあります。保有する権益の価値上昇分が株価に十分織り込まれていないという声も上がっています。株価が大きく伸びる材料には乏しい反面、割安感と配当利回りで下値も限定的という状況だと思います。そのため当面は配当利回りを下値抵抗線にしながら500円前後での動きが続くと予想します。昨年は決算発表を機に下げることが多かったんですけども、今年は決算発表を機に上昇しています。いずれにせよ決算を機に大きく動く銘柄であると言えます。第1クォーターの決算発表の際にも上昇を遂げてるんですけども、11月10日に控えている中間決算の発表で上に行くか下に行くかは内容次第なんですけども、売却を検討している投資家さんは今年同様決算を機に上に行ったタイミング、買いを検討している投資家さんは昨年同様に決算を機に下に行ったタイミングを狙うのがいいと思います。目先は原油相場など市況の影響を業績的にも株価的にも受けやすい環境なので、配当利回りを目安に投資タイミングを測っていきましょう。中期目線では再生可能エネルギー関連企業として評価されるようになれば、これまで10年来で続いているボックス圏の500円台を大きく突き抜けてくる可能性もあると思っています。続いてエネオスホールディングスの今後の懸念材料についてお話しします。懸念材料は商品市況の変動リスクです。エネオスホールディングスは石油製品、石油化学製品、金属製品などの販売をしながら、それらの原料となる原油、銅鉱石などの鉱物の購入を行っています。ウクライナ侵攻の長期化、ロシアへの経済制裁によって世界のエネルギー価格は乱高下する可能性が高いです。実際資源高は続くものの、前期より石油備蓄の評価額は目減りする見込みです。製油所のさらなる統廃合や給油所の多角化という事業の構造転換が引き続き課題と言えそうです。今日のまとめということなんですけども、エネオスホールディングスは配当利回り 4% 半ばの高配当株として引き続き個人投資家に人気の銘柄となっています。そして再生可能エネルギーなどスケールメリットを生かして新たなビジネスモデルの確立を目指しています。株価の動向については、配当利回りが下値抵抗線になってきた経緯を見ますと、400円を大きく下回るような下値不安はなさそうです。一方で500円台を大きく突き抜ける話題にも乏しいのが実情です。決算発表を機に株価が大きく動く傾向にある銘柄であることから、売りも買いも11月10日の決算発表以降が狙い目だと思います。今日は2021年度個人株主増加数ランキング第6位のエネオスホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。